サンドハースト王立陸軍士官学校は、イギリスにおける陸軍の士官養成機関。一般には、サンドハーストという略称で知られる。王立陸軍大学の更新の組織であり、過去の卒業生には、数多くの著名人が存在した。ギリシャ元大使パウロスや、スペイン国王アルフォンソ12世、カタールのタミーム・ビンハマド・アル・サーニー首長と、ハマド・ビンハリーファ・アール・サーニー前市長。 ヨルダン国王アブドゥッター2世、リヒテンシュタイン構成士、アロイス、ブルネイ国王、ハサナル・ボルキア、ボツワナ大統領イアン・カーマなど、各国の王族や、貴族も教育を受けた名門の軍事学校である。イギリス皇太子、チャールズの子である、ウィリアム王子が2006年に、ヘンリー王子が2005年に入学している。イングランドのハンプシャー、バークシャー、サリーにまたがる敷地を有している。 コミッショニングコースにはほぼすべての陸軍、士官候補生が登録して、全44週にわたる訓練を受ける。この訓練の後に、それぞれの配属部隊に応じさらに専門的な課程を履修することになる。医師、歯科、看護、獣医などへ進む学生及び植民地部隊の士官については、より短期間の訓練課程が用意されている。士官学校の校長には、 少女が任命される。この他に陸軍内での最古産の可士官が士官学校担当となる官令が存在する。訓練過程は毎年1月、5月、9月に開始され、それぞれ270名の生徒が入学する。生徒は士官候補生として学校に設けられている中隊に配属される。全10個ある中隊の名称はイギリス陸軍士における 激戦地の名に由来している。それぞれの中隊は30名の士官候補生が配属される参照隊で構成される。中隊は1名の隊員及び軍機護衛科士官により指揮されている。サンドハースト陸軍士官学校は1947年にウーリッジの王立陸軍士官学校及びサンドハーストに存在した王立陸軍大学の士官養成施設を統合して開校された。 イギリスにおける徴兵制が中止され、オールダーショットにおける士官訓練施設が閉鎖されて、以降はサンドハーストがイギリスにおける唯一の士官養成施設となっている。そのため、卒業式には国王が来臨することになっている。2006年の卒業式にエリザベス女王が来臨した時は、吐列した卒業生の中にヘンリー王子を認めると、 見たことがある顔だわと足を止めてつぶやいたという、ありがとうございます。